一人一人が自分のありたい姿に沿って素直に生きれる、それを邪魔しているような足かせはもうとにかく取っ払いたい。福岡県糸島市にある株式会社ジストリー、看護師向けの転職マッチングアプリジストリーを運営。登録をしておけば特段そういった応募するとかっていう行為をしなくても、自分のキャリアとか自分がやりたい看護ができそうな医療機関さんとかから直接スカウトが届くというのが、まあ一番の特徴になります。看護師の転職は売り手市場、企業側の採用にかかるコストが増えている中、ダイレクトリクルーティングへの関心が高まっている。看護師さんってやっぱり本当に忙しいですし、すごくこう緊張感の高い職場で働かれているので、できる限りやっぱり負担のない、ミスマッチじゃない職場にご入職できるのがやっぱり一番良いこと、やりたい看護が実現できて職場を探す時のストレスができる限りない体験をしていただくというのがジストリーの強み。一方で看護師の人材紹介市場はレッドオーシャンと言われる。この会社では看護師のリスキリングに取り組むことで他社との差別化を目指す。看護師さん自身も常にこう新しい知識とか学ばなくてはいけない、まあ、その学習の部分のサポートもしていこうと思っていまして、で学習した内容がまあ自動的にそれこそプロフィールとかレジュメの方にアップデートされていって、医療機関側にスムーズに情報共有がされて、またそこでスカウトが届くと。大手人材サービス企業を脱サラ、アプリの運用開始から1年半、主に首都圏エリアでおよそ9000インストールを達成。今後はこう高齢化社会化に向けて在宅医療、地域で患者さんを見ていくという方向性に大きくシフトしていくので、看護師さんのリスキリングがより求められるようになっていくと、そのあたりのこう学習とキャリアの部分を一気通貫でサポートしていけるような存在が必要だろうということで、自分が生きている世界とか自分の人生だとかに希望が持てるような世の中にしていきたいなと思っているので、何か貢献していけることがあるといいなというふうには思っています。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。